ルカによる福音書の6章ですね。本当はね、全部をしたいな、すればいいんですけれども、まあ、この最後のところね、は来週の日曜日の朝にですね、うん、この2つの建物ですね、崩れてしまう建物と、それでも残っている建物の例えがありますけれども、それは来週の日曜日の朝に残しておいて、1節から45節までですね、このを見ていきたいと思います。で、ルカによる福音書のですね、このイエス様の神の国の福音ですね、それが貧しい人々への良き知らせというこのイザヤ書に載っているその、この宣教が、この主たるものであって、で、午前中もお話ししましたが、貧しいといっても、この経済的な困窮というよりも本当に、自分には何にもないんだ、もう本当にどうしようもないんだというところで、神がイエス様が罪の許しを宣言して、そして罪とまたそれから派生するさまざまな悩みから解き放ってくださるということを意味していました。だから私たちキリストの教会に集う者たちというのは、このキリストの働きの中にいるんだということをね、知ってくださいですね。何のために教会来てるかって言ったら、このイエス様の素晴らしいこの解放の福音ですね、赦免、この罪許し、この本当にこれが、与えられたんだという喜びの中で、この喜びを体験していく者たちなんだなということを知っていただくとすごくいいですね。で、前回に、このことに対してよく思わない人たちがいたことを思い出してください。罪許されたと、この中部の人に対してイエス様が宣言されたときにですね、神にしか罪を許せないのに冒涜だっていうふうにあれこれと考えていたのが、パリサイ派の人たちですよね。で、そこでイエス様が、人の子には罪を許す権威があることを示すためにということで、その中部そのものをですね、癒してすぐさま、そして立たせて、確かにこの方には罪を許す権威があることをお見せになりました。さらにはレビ、これは別名でマタイでよく知られている、ね、あれ主税人だったんですけれども、彼がイエス様が目を止めたらすぐについてってですね、でその後でとてもその救いの喜びで嬉しかったんでしょうね。その他の仲間である主税人を連れてきてですね、イエス様のためにこの祝宴というか、このパーティーを開いたわけなんです。で、それに対してもこのパリサイ派の人、律法学者の人が罪人と食事をしているということをこの批判したんですね。そしてさらに、断食をしているのになんであなた方は断食をしないのか、このパリサイ派の弟子と、そしてヨハネの弟子は断食をしているのになんであなた方はしないのですかということを言われた時に、イエス様が今はこういう時なんだと、喜びの時なんだと、そして、後に断食をしなければいけない時が来る、これがイエス様が十字架につけられる時ですけれども、その話をされた後でですね、2つの例えを言いました。同じメッセージなんですけど2つの例えです。何ですか？新しい布切れと新しい古い布切れの例えと、そして新しいブドウ酒と古いブドウ酒の例えですね。この新しい古いという話なんですね。で、一体何を表しているかといったら、イエス様の神の国の福音、貧しい人々が解き放たれていくという、それが新しい秩序になるわけ、新しい働きになって、それが新しいといっても旧約の中にちゃんと予言はされているんですよ、約束はされているんですよ、けれどもそれが実現していくというですね、恵みの時ですね、これが新しいものです。けれどもそのパリサイ派とか、この律法学者というのは古い皮袋ですね、古いものなんだから、彼らも神を同じように旧約聖書にあるこの神の律法をですね、この信じて、そしてやっていっているつもりのところが、もうその、古くなっているというか、ですね、そうなってしまっているわけなんですよ。で、これが一緒にすることはできないよということをイエス様が例えの中でお話になられたわけなんです。
でその続きとしてこの6章があるんですね。初めに出てくるのが安息日なんです。でその安息日に対する彼らの解釈がですね、もう古いものであって、この新しいものを受け付けられなくなっているわけなんです。では1節から5節までお読みします。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは頬を摘んで手で揉みながら食べていた。するとパリサイ人のうちの何人かが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか。イエスは彼らに答えられた。ダビデと友の者たちが空腹になった時、ダビデは何をしたか、どのようにして神の家に入り、祭司以外は誰も食べてはならない臨在のパンを取って食べ、友の者たちに与えたのか、読んだことがないのですか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主ですということですが、弟子たちが安息日ですね、その時に麦畑を通っていて頬を摘んでいたと。なんか日本人の感覚だとこれやばくないってこう思うと思うんですよ。けども立法の中でその全てを刈り取ってはいけない、残しておきなさいと言って、そしてあこういう起きてがあったのごめんなさい、頬を摘んで隣人の畑で頬を摘んでいいけれども釜を持って刈り取ってはいけないという起きてがあります。よくわかりますよね。頬を摘んでいいっていうのはお腹が空いている人ですね、貧しい人もそうだし、そういう人たちが食べてもいいよって言って、こういうなんていうのかな、おおらかさがあるんですね、この立法の中にはね。そしてけれども、釜を取るっていうのは結局盗むことになるわけですよ、人のものね。それはしてはいけないと。だから彼らがしていることは、とても、理にかなっているというか立法にかなって、まあ、いることなんですね。ところがですね、この立法学者たちの解釈があったんです。それが彼らは安息日を守らなければいけないと必死になっていて、ずっと前の話ですよ、何百年も前にね。それをやっていて、でそれで労働をするということはどういうことなのかということを一つ一つですね検討していったわけなんです。で、このいわゆる頬を摘むと言って、こうやってなんか僕よくわかんないんですけど、こういうふうになんかこうやって取っていくとどんどん殻が取れていくんですよね。で殻が取れたのもさらにこうなんかこのこうやってるとガムみたいにこう柔らかい弾力性が出てくるらしい。これ麦でね、麦とかが主なこのあれだと思うんですけれども、でそれをやっていて、これがね脱穀を意味するっていうふうに彼らは考えたんですよ。脱穀、労働だということで、彼らは今ここで、してはいけないことをなんでするのですかと。けれどもイエス様にとっては弟子たちがもう本当にご自分と一緒にいて、そしていろんなところを回っていて、そして、まあ、食べる暇さえもないみたいなねところもこのマルコによる福音書かなどっかに書いてあったと思いますけれども、まあ、その中でわずかな時間で、この食べることができるもので、彼らは特にそういう食料とかねたくさん持っているわけじゃなかったと思いますね。でその中でこう食べさせていたものに対してこのように言ってきたわけなんです。そこでイエス様は立法というかこの旧約の聖書の中に書いてあり、またこの彼にとっては最も尊敬すべき人の一人であったダビデを例に出して、どうですかダビデの時ですね、友の者がいて、でこれはねサウルから免れるために初めに行ったところがね、このノブという祭司の町へこの幕屋があってですね、そしてこの普通のパンがなかったんですよね。普通のパンがなかったんです。でこの祭司たちは礼拝、この幕屋の中でこの聖地の中で奉仕をするときにですね、臨在のパンっていうのがあったんです。臨在っていうのは神の前でに置けるパンっていうんですね。でこのパンが週ごとに取り替えられます。週ごとに、1週間ごとに取り下げたものはその場で祭司が食べるというのも、これも礼拝なんですね。私たちのあれですね、生産式と同じです。
生産式ってね、どうしてもね、あの便宜上にちっちゃくと食べちゃってるじゃないですか。あれ本当たっぷり食べるんですよ、本当は。だから本当これ食べて、そしてそこで最も聖なるものなんだと、本当にそういう生産式と同じような意味を持っているので、祭祀以外は食べてはならないとレビ記に書いてありますけれども、すごく大事なことがあります。この律法というのは、律法を与えられる方が大事であって、その律法を与えられる方が神ご自身ですね。で、神ご自身は憐れみ深い方なんです。ですね。そしてさっき言ったこの貧しいものにこの近づいてくださる方であって、そして何ですかね、あの人の生活のごく基本的な必要ですよね。これは神は満たしたいと願っておられるわけなんですよね。でこういう神の憐れみがあって、そしてでもまた別途にですね、この祭司たちがこの神様と交わるために、このパンを祭司だけが食べなければいけないという貴重な、あのそういうもので、それであってもね、このそれであってもダビデたちが今お腹を空かせているから、その神様の憐れみという原則が上にあるんですよ、この一つ一つの規則よりもね。でそれであの食べさせたんだと。でこういうのも知らないのですかと、このイエス様が彼らに言ったわけなんですよね。そして、ね、イエス様は根本的な問題を、ね、ご指摘されたんですよ。人の子は安息日の主です、ね、これこの前から言われました。イエス様がね、人の子に罪を許す権威があることを示すためにっていうふうに言ったんです。人の子っていうのはあれですね、キリストを表すんですけど、微妙なんですよ。人の子って書いてあるように、あのエゼキエルにも使われていて、この人間だっていうふうにも意味がするので、微妙な呼び名をですね、イエス様わざと使われてるんだと思うんですね。でもキリストも表す、ダニエル書の7章を見るとキリストも表すんですね。でこれを使って、ご自分が安息日の主であるっていうことを言われたんですよ。本末転倒になっていたんですね、彼らは。でこれがよく起こる。彼らが何が問題かと言いますと、長年かけてこの安息は一体どういうことなのか、この労働してはいけないというのはどういうことなのかを調べていき、熱心に守ろうとしていくうちに、主客っていうんですか、主客っていうんですか、逆転しちゃったんですよ。自分たちが立法の権威になっちゃったんです、うん、立法を守っているとして、権威がいつの間にかイエス、主ご自身ではなくて、神ご自身ではなくて、自分たちになってしまった。口では言わないよ、そういうふうに。でもこれよく起こるんですよ。その神から任せられた恵みによって任されて、賜物が与えられて主にお仕えしているだけなのに、自分は管理者だけなのに、わかりますか、所有者だって間違っちゃうんです。でこれ人間ってよく起こりますよね。こうあの借りてるだけなのにね、あのなんかずっと使ってると、なんか自分のところだっていうふうに勘違いしちゃうじゃないですか。でそれが立法において起こってしまったんですよね。だから主が誰なのかということを忘れてしまっている。でこれが古いものになってるんです。だから私たちは本当に警戒しなきゃいけない。この自分のものにしていくっていうので、それで古い皮袋に、これ古いっていうのはつまりは時間が経つとそうなっていっちゃうんだということです。これを本当に警戒する必要があるわけなんですね。で6節も似たような話です。別の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに右手の萎えた人がいた。立法学者たちやパリサイ人たちはイエスが安息日に癒しを行うかどうかじっと見つめていた。彼を訴える口実を見つけるためであった。イエスは彼らの考えを知っておられた。それで手の萎えた人に言われた。立って真ん中に出なさい。その人は起き上がりそこに立った。イエスは彼らに言われた。あなた方に尋ねますが、安息日に立法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも滅ぼすことですか。そして彼ら全員を見回してから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると手は元通りになった。彼らは怒りに満ち、イエスをどうするか話し
話し合いを始めたと。この安息日の解釈についての対立がエスカレートしてるわけです。先ほどはですね、この何人かがこう批判した、口で批判しただけだったんですけど、ここでは罠に陥れるですね。このもうすでにチューブじゃないよ、これ足手、右手の苗いた人ですね。右手の苗いた人をあえて置いといたのかわからないけれども、そしてイエス様がこのラビとして教えられるところに、もうそこで何かするだろうということをもうこの確信してですね、いたわけなんですよ。これもすごいよね。彼らもイエス様がこの人を治すっていうのを知ってたんですよ。そしてイエス様が憐れみの行いをするっていうのも知ってたんですよ。イエス様は憐れみの行いをされる方です。こういう方が私たちの真ん中にいるのは素晴らしいですよね。そしてその憐れみの行いをしていく中に私たちも関わっていくわけなんですけれども、ひどいですよね。それを、まあ、材料にしてですよ、イエス様を陥れようとしたわけなんです。でここには書いてないんですけど、マルコによる福音書を見ると、もう怒りに満ちた、イエス様も怒りに満ちたんですね。で、嘆き悲しんだと書いてます。で理由は何かといったら、本当に、この命を救う行為ですね、または癒す行為ですね、安息日にですよ、こういう良い行いをすることを止めるって何なんだお前たちっていう、そういう怒りですね。だからこの良い行いをするということを妨げるような解釈って間違った解釈なんですよですね。で今こういうことをイエス様が言われています。しかしですね、そこでイエス様が癒しを行われて、そしたらどうですか、彼らは怒りに満ちてどうするかっていうふうに考えました。後々にこのどうするかという話し合いが殺意に変わっていって、最終的に実行に移していくようになるんです。古い革袋、古い布切れの恐ろしさっていうのは、あの古い着物の古い革袋の恐ろしさって何か、古い、そうだね、恐ろしさって何かって言いますと、あれですね、悔い改められないんですよ。アベルと、カインの時に戻る、もう本当に創世記の最初に戻ることができま す、ね、でそこでカインが、この畑からのものを捧げたけれども、それは神は受け入れず、でもアベル、弟アベル の、この羊ですね、でこれを生贄として捧げたものを神は受け入れられ、そしてカインは非常に怒ったって言うんですよ。そして落ち込んだんですよ。その時に神はなだめたっていうか、気をつけなさいと、罪、あなたの戸を叩いてると罪が、これあなたは支配しなければいけない、つまりあなたはこの怒りによって妬みによって罪を犯すよと、今それをちゃんと自分で自制してこの収めないとまずいよっていうふうに警告したんです。ところがどうですか、弟を殺しました。で今この彼らも同じなんです。もう明らかなんですね。だって反論できてないんですよ。だって自分、命を救うことと命を滅ぼすことですか。あ、これは僕は思い出したの、引きな例としてね、大相撲の時に、どなたかが、倒れてね、そして土俵のところで、救急介護したんですよね。たまたまそこに看護師の方、女性の方と、あと女医ですね、女性のお医者さんがいて、でもあそこは女人禁制なんですよね。でちょうどこれやってる時ですよ、心臓マッサージやってる時に立ち入らないでくださいって2度ぐらい言ったんですよね、アナウンスで。だけどもさすがプロですね、やるべきことをやってから立ち去りましたよね。まあ、これすごく分かりやすい例だと思いますが、まあ、似たようなことがここで起こってしまったわけなんですね。でそこでね、まあ、そのアナウンスした人はちょっと置いてた例えですから、そのちょっと相撲の話を今したいわけじゃないから、大事なのは私たちの心ってこのように固くなになり得るんですよ、十分。で明らかに間違いだって分かってて指摘されると今度は怒り出すんですよ。そして今度怒るだけじゃなくて殺意ですから、なんか憎しみとか何かそのだからここでああまずかったって言ってね、
悔い改めるか修正するって減り下りが必要だし、だから本当に私たちは常に日々新たにされていく御霊の働きですね、これに敏感になっていないといけないわけなんです。そして、こういう古い、この皮袋みたいな出来事が起こったんですけども、イエス様は、この、これによって新しい働きをやめることはなされず、続けて行われるんですね。12節を見てください。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。そして夜が明けると弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名をお与えになった。すなわちペテロという名を与えられたシモンと、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、熱心党員と呼ばれていたシモン、ヤコブの子ユダ、イスカリオテのユダで、このユダが裏切る者となったということで、イエス様はこれからですね、大勢の弟子たちや大勢の群衆がやってくるにあたって、ご自分一人で働きを行われていたところ、この12人に任命して、この12人が、まあ、他にも弟子たちいるんですけどね、12人がこのイエス様の働きを任せられて行っていくようになっていくわけなんです。で、僕、イエス様って偉いなと思います。ここから勉強します。何かこの古い、この、なんていうのかな、秩序っていうか古いこのなんかどうしようもない、あ、こういうことが起こったからね、もうがっかりするのでもなく、いやむしろこの福音書が描いている世界っていうのは、こういうパリサイ派みたいなこの古い固くなっていうものあると同時に新しいのも同時に起こってるんですよ。諦めてはいけない、ね、これで、このこっちで神様が言われていることをですね、止めてもいけないですね。これ続けて行っていくわけですよね。でですね、ここで一晩祈られたってすごくないですか。これは山に登って、このイエス様がですね、一晩中祈られた。このルカによる福音書っていうのは特徴なのが、この他の箇所には書いていない、この他の福音書には書いていないのが、何か重要なことが起こるときにイエス様祈っておられるんですね。バプテスマを受けられるときも祈られたときに、この聖霊が鳩のように下ったっていうのが書いてあります。でここでも12人を選ぶときにですよ、こうやって、この祈られて、そして神から示されて神の御心だということを信じて行っていったわけなんです。そしてこの弟子たちですね、まあ前マルコによる福音書の時も、多分マタイによる福音書の時も説明したので、具体的にはね、こう一人一人紹介したいんですけれども、言えないですが、でもこの、多様性ですね、もういろんな人が選ばれています。漁師がいて、そしてあとは、政党ですね、しかも過激派に属する熱心党員シモンもいて、酒税人というもう、ユダヤ人から嫌われていてローマの犬ですね、このローマの犬になったマタイもいてですね、もう全然性格は違う。そしてこのもしイエス様がおられなかったら、まあ嫌いな人たち同士ですし、もうシモンなんかは多分ナイフを持ってマタイのところに突き刺しに行くと思います。テロリスト的なこともやってたので、ね、神道にはですね、そういう中にあって集まって、そして共に働いてるんです。でこれね、教会のね、なんていうの、理想の姿っていうか本当にそうですよ。私たちはイエス様に呼ばれて集まってるんですね。でイエス様を本当に熱心に愛している中で、私たちは互いに愛し合うという本当に不思議な、この神の国を見ることができるわけなんです。そしてこの使徒の12人というのは、これもともと使徒ってどういう意味かと言いますと、使わされたっていうんですね。だからイエス様の権威を持って、権能を持って、他のところに行って代表者として使わされていくわけなんです。でこれをもってルカは使徒の働きを書きました。そしてこのパウロはエペソの確か3章から4章かに、この使徒と預言者によってこの土台が据えられていると、建物が建てられていくと、その礎石要石はキリストでって書いたんだけども、使徒たちの教えによって、使徒たちの教えを固く守って教会が成り立っていったんです。そして興味深いことに、このイエス様が戻られて神の国を建てられたら、使徒は12人がイスラエル12部族を裁きますと、このイスラエルもこの、なんていうのかな、本当にイエス、本当に
この回復したらですね、この人たちの教えの中に彼らが入っていくってなって、で新しいエルサレム、天からのエルサレムにはこの都のですね土台に石が、宝石があるんですよ。宝石の土台になってるんですよ。宝石の土台になってて、12人の使徒の名が記されているっていうのが書いてあるんです。最初から最後までここからですね、使徒たち12人によって始まって、今までは12部族だったんですね、このイスラエルの。それから新しい秩序が始まって、だからといって12部族に代わって使徒じゃなくて、12部族ってイスラエルへの何か選びっていうのが残ってるんですよ。残っているんだけども、この使徒という使徒を通してキリストにあるその本当の意味でのイスラエルって言ったらいいかな、その本当に、この新しくされている、このイスラエルとしてこの人たちが建てられている。でその中に教会も加えられているんです。で私たちも今こうやって勉強してます。私たちもこの人たちの教えを固く守って祈って、パンを割いて、ね、でこうやって教会は成り立っているわけなんです。でですね、次、それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになった。大勢の弟子たちの群れやユダヤ全土、エルサレム、ツロやシドンの海岸地方から来たおびただしい数の人々がそこにいた。彼らはイエスの教えを聞くため、まだまた病気を治してもらうために来ていた。汚れた霊で悩まされた人たちも癒してもらっていた。群衆は皆何とかしてイエスに触ろうとしていた。イエスから力が出て全ての人を癒していたからである。ということで、今度は12人の体制で降りていったところ、今までにないおびただしい数の人たちが来ていました。で、弟子になろうとしている人たちも来たんですね。この弟子っていうのはこのユダヤ教の中でこのあれですよね、あのラビとその中に元にいる弟子っていうことで、共同生活を半分、以前のペテロみたいにパートタイムの時もあるんですけれども、このもう本当に一緒に暮らすぐらいのね、まあ、そういう、でもこの弟子たちも大勢いたと。であとは そういう人たちはやっぱ御言葉を聞いてるんですよ。御言葉を聞きに来たと、教えを聞いてると。でその他に癒してもらいたいという人も来てるわけですね。あと重なってますよね、これどっちもあるみたいな人もいるだろうし、でそうやって大勢の人が来て、そしてイエス様から力が出て全ての人を癒していたと。これは主からの、神からの力ですね、癒していたんです。でこういう本当に目に見える形でこの神の国がこの本当に望んでいるんだっていうことを彼らが目にしながらですよ、目にしながらイエス様が午前中で学び始めた山上の説教ならず平地の説教ですね、これを行われていくわけなんです。でこれがすごくこの当時のユダヤ教から見ても過激でした。けれどもこういう時が来る、恵みの時が来る、そして神様の憐れみですね、イザヤ書の40章は慰めよ慰めよという声があると。エルサレムを慰めなさいと、今まで罪を犯した罪に対して2倍の報酬、慰めを与えなさいという、それから始まっているこの神の愛ですね、神が許してくださる、でこれをの集団がですね、この私たち弟子たちに対して語られていくわけなんですよ。でまず必要なのは徹底的な貧しさです。私たちが簡単に言うと空っぽになるということです。それでいきますよ、もう一度午前中も読みましたけれどもお読みしますね。イエスは目を開けて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。今飢えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足りるようになるからです。今泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようになるからです。人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し罵り、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には踊り上がって喜びなさい。見なさい、天においてあなた方の報いは大きいのですから、彼らの先祖たちも預言者たちに同じことをしたのですと。貧しくなる、そうするときそこに神の国が望むと。そして飢えているっていうのはもう勉強しましたけれども、本当にこの神様のものを受け取るためにただで受け取っていくような人ですね。そうしたら満ち足りるよ、それ泣いている、本当罪のゆえに泣いている、またはその状況のゆえに泣いている人も
本当の意味での笑いが与えられるよと。そして最後にはこの迫害を受けるということが書いてあります。でよく見ると旧約の歴史、神から使わされている人たちというのは、召しを受けている本当の意味の神の国というのは迫害を受ける側だったんです。しかも同じ仲間であるはずのユダヤ人というか同胞からなあのこの迫害を受ける。例えばダビデ王がそうですね。誰から受けました迫害を？サウルから受けましたですね。どのこのさっきのカインとアベルもそうでしょう、ね、カインから受けたんです。でこの連続でずっと動いていっているので、決してあったこのなんか別のものをね話してるんじゃないんですよ。旧約で行われている神がもともと用意されていて、それが地続きで連続であなた方もこの中にいるんですよ。だから喜びなさい。そして天の報いがある。終わりの日にはこれは本当に報いが与えられるんだよということをですね、知ってください。でね、このずっと朝も勉強してて思いませんでした、この終わりの日っていうのがいかにその幻が大事になるかということなんです。この、ね、終わりの日がしっかりとこの幻があるということ は何が大事かというと、主人が誰かっていうのをすぐに思い出すことができる。誰から報いを受けるのか、誰から評価を受けるのか、誰からよしと言ってもらえるのかっていうのがね、定められてしっかりといることによって初めて今を生きることができるわけなんです。もちろんイエス様からですね、この戻られてくるイエス様から評価を受けるために私たちはここにいるわけなんですよね。だから終わりの日の幻があります。でその逆があるんですね、しかし飛んでいるあなた方は哀れです。あなた方は慰めをすでに受けているからです。今満腹しているあなた方は哀れです。あなた方は飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れです。あなた方は泣き悲しむようになるからです。人々が皆あなた方を褒めるとき、あなた方は哀れです。彼らの先祖たちも偽予言者たちと同じことをしたのですと。まあ、これを言い換えたら、どうなるかといったら、塩気をなくしたよ、役に立たなくなるよということなんです。この自分に満足してしまうこと、自分は大丈夫だって思っていること、これ飛んでいるあなた方ですね、満腹しているですね。そして笑っているっていうのはこの霊障の方ですね、見下しているっていうか、この神の国の中のメンバーにならずに、その一部にならずに、なんかちょっと外れたところから批評しているっていうか、哀れだよって言ってるんですね。だからイエス様の言葉ってすごい分けちゃいますね。こうイエス様が戻られた時も、この王子の祝宴、なんだっけ、王子が王がね、この定められた時に、世界中の人がやってきてですね、連れてこられて、ヤギと羊を分けるようにえり分けられると言って、で右にいるこの羊である人たちは本当に永遠の御国の中に入れられて、そしてヤギであるこの左人たちは、この永遠の地獄に送られるというですね、このように明確に分かれていくわけなんです。だから私たちも本当に幸いな人なんだという言葉を受け取ってください。で時々私も皆さんに、皆さんは本当に勇士なんですよと、戦士なんですよ、立てられたんですよ、恵みによってですよって、自分たちが何かってできてるってことじゃなくて、こう言いますよね。イエス様のこのマカリオスっていうのもそういう恵みの言葉なんです。実際そうなんです。霊的にはもうそうなってるんです。その中にとどまってみましょうですね。そしてしかしこれを聞いているあなた方に、27節、私は言います、あなた方の敵を愛しなさい、あなた方を憎む者たちに善を行いなさい、あなた方を呪う者たちを祝福しなさい、あなた方を侮辱する者たちのために祈りなさい、あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬も向けなさい、あなたの上着を奪い取る者には下着も拒んではいけません、求める者には誰にも与えなさい、あなたのものを奪い取る者から取り戻してはいけません、人からしてもらいたいと望む通りに人にしなさい。でここまでね、まあ、続けても読んでいきますけれども、いかがですか。ここからですね、敵を愛しなさい、愛しなさいっていうことを言ってるんですね。神は憐れみ深い方です。私たちを愛しておられます。そして重要なのはこの命令を受ける前にね、あなた方は幸いなんだよってもう言われてるんですよ。いつも聖書というのは関係から始まります。でこの敵を愛せという一見過激に聞こえる言葉でも、これはイエス様がなんでこんなことを言われたかって言ったら、これは私たちがするものじゃないんですよ。
私たちが神の憐れみを受けて満たされて幸いな人とされていて、その天の報いも受けるっていうふうに定められていて、その交わりの中で神の聖霊の愛の力によって行っていくものだからこそ、イエス様がここまで過激に言ってる、過激って言ってもね、あの過激でももちろんないんだけども、これが正常なんですけども、でですね、ゆえにね、このイエス様にお主として従っていくときに、この敵に対してね仕返しをするのではないんだよということなんです。これがね、キリスト者の本当に大きな特徴になります。ユダヤ人の中でも仕返しの、なんていうのかな、精神っていうかな、その感情というのはもう充満していました。で、その表面的には神が復讐をしてくださるというのが、この旧約聖書の中にたくさんあるわけですから、でそれを求めてローマに対しての仕返しですね、ローマに対しての怒り、またその他のいろんなことに対しての鬱憤というのを晴らすような形でね、それはやっていいんだというようなものがあるわけなんです。でもその中でイエス様は正反対のことを、一見正反対のことを言われたんですね。でも後で勉強します。裁いてはいけないということも出てくるんですよ、この後について。これね、くっついてるんですよ。これからの学びっていうのは一個一個見て道徳的に捉えちゃいけないんですね。三条の説教ほど、まあ、ここは平地の説教だけど、ほど誤解されている言葉はないんですよ。でこれ一つ一つ道徳のようにとっていったらこれまずいんですね。そうじゃなくて流れがあるんですよ。だから裁いてはいけないという言葉が後で出てきますけれども、私たちが神様が行われる裁きを自分で触れてはいけないということなんです、仕返しであるとか、なんですよ、そうじゃなくて今神の憐れみを示すために召されたんです。私たちは神の憐れみを受けた者たちが、受けその人々に与えて、でそれゆえに敵をも愛すと。で具体的には何かって言ったら、憎む者に善を行う、自分を憎む者であっても善を行い続けていきなさいっていう感じだね、これね。で呪う者があっても自分は祝福していきなさいと。で侮辱者がいても、ここで思い切って祈って、その人のために祈っていこうと。で祈っていくと。で次に間違えられやすいのは、方を打つ者はもう一歩の方も向けなさいってね。これなんていうのかな、こうなんか叩かれたから、どうぞとかって、こういう意味じゃないですよ。そういう意味じゃなくて、叩かれたらうるせえやめろこの野郎とかって、あんたやっぱり仕返するじゃない、そうするなと。そうじゃなくて、で次もそうですね、これ上着を奪い取ったら下着も拒んではいけないってね。あ、レ・ミゼラブル、有名なね、あれは神父さんのね、銀の器をやってたら、いや私はねこれ本当にあげようと思ってたんですって言ってね、それで変えられていくじゃないですか。いやあれはすごいね、あれがでも実際にそういうことをやっているクリスチャンいると思うんですよね、いると思います。でも本当にそれを通して結局主人公は改心していくわけですよね。だからここでも本当に違う愛の原則で勝ち取っていくんですよ、魂を。愛の原則で征服するんですよ、愛の原則で復讐するんですよ。でユダヤ人のガイドさんが言いました、エルサレムにいた時に、このホロコーストでね、子供がね虐殺されたっていうところあるんですよ。で虐殺された後にですね、出て行った後にこう開くんです。そこに住宅街があるんですよ、バーッとエルサレムの。これが私たちの復讐ですってこう言ったんです。子供たちが無残に殺されたでしょ。でドイツまで行ってドイツの子供たちを殺しに行かなかったんですよ、何したか。自分たちが子供を育てて子孫を作ってこうやって生きているんだと。彼らの意図がここで面目丸つぶれにしたんだと。これが私たちの復讐ですと。すごいですね。でもクリスチャンはもっと先を言ってます。それ私たちはそういう復讐は、その、まあ、今の話で言うとドイツの人たちが、ね、本当に悔い改めて神を知るっていうね、そこまでね私たちは考えていくわけなんですけれども、で、すごく極端に書かれているように見えますけど、これ事実ね、こういう社会があったんですよ、知らないうちに盗まれたって。日本って本当にいい人たちが集まってる、本
当にいい人が、だから実験してさ、このスマホとなんかの財布を置いといてさ、遠くから見ていつ誰が撮るかなとかってやってもさ、しばらく撮らないよね。まあちょっとあの、だけど、例えば、これある国ね、ある国って言わないとちょっとその国の人がね、みんなそうだと誤解しちゃうから、あの女の子が倒れちゃってね、であのさっき言ったこの救急これバーっとこうやってたらさ、でその人なんかそのお兄さんもしてたんですよ。でやって助かったんだよ。その間にさ、自分のバイク盗まれてんだよね。ああ。だからこういう話ってあるんですね。で宣教師の人たちはやっぱ本当にあって親切にしてあげて家に招いたのに持っていかれたとか。でもうどこにいるかも知ってるからもうだあの旦那さんの方っていうかね、あの本人はね、もうあの取り返しに行こうとかって思ったんだけど、奥さんの方から忘れたけども、ここの箇所見て思いとどまったっていうね。本当にだから文字、その場合は文字通りなんですよ。だから私たちは大事なのは、これはなんかとんでもない話をしてるなんで終わらしちゃダメだってことです。私たちのレベルでも恨むってあるでしょ、こんなひどいことされたってあるでしょ、その時に反応しちゃダメなんだっていうことですよ。神の愛に満たされて、神に応答するんです。それで次を見てください。自分を愛してくれる者たちを愛したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも自分を愛してくれる者たちを愛しています。自分に良いことをしてくれる者たちに良いことをしたとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じことをしています。返してもらうつもりで人に貸したとしても、あなた方にどんな恵みがあるでしょうか。罪人たちでも同じだけ返してもらうつもりで罪人たちに貸しています。こう言ってるんですね。でこれ分かります。これが人間の世界なんですね。人間は人相手にやるんですよ、人相手にやってるから、何か自分に良くしてきた人にお返しをしようっていうのがあるしですね、良くしてもらって、そうね、そして自分、条件があるわけですよ。ここに書いてあるように愛してくれるから愛すると。でクリスチャンがとかく間違うことがあるんです。本当に間違った適応が非常に多いんです。でいろんな形で現れてますが、これが例えば私はできてないって言って自分を責めるんですね。で一緒、あでもこれが一つだね、私ちゃんとできてます、それできてないですってこうやって自分を責めてる。でもう一つはですね、一生懸命やってる、でいつの間にかなんかね、その人の心が変わってくるんです。怒りに変わってくるんです。苦味に変わってくるんです。こんなにやったのにこの人はこんな風にしてきた、全然ダメじゃないかってね。で初めはその人がやってることがすごく良さそうに見えるんです、だん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 なんか違うんじゃないかなって見えてくるんです。でこれはもうありふれてるんです。これは人間なら誰でもあるんです。だから道徳的に取っちゃいけないって言ってる理由がここなんです。文脈をよく見ると、これは人相手にやっちゃダメだよって言ってるんです。誰相手？神相手なんです。相手は神なんです。あなたは神の子供なんだって言ってるんです。神の子供はお父さんの真似をするんです。お父さんをいつも見てるんです。だから横の関係の前に縦の関係なんです。いつも礼拝なんです。いつも祈るんです。神を見て、イエス様を見てるんです。十字架に触れてイエス様の愛を知って、神の愛を知って、ああすごいよかった、罪許されたって言った時に、お父さんって言ってね、祈ってって、そして自分に嫌なことをしている人がいたとしてもですね、でも僕はお父さんを信じている神の子供だから、ここで仕返しっていうのもなんか変ですよねって、こうやって会話をしながら神と、そして、あやっぱりお父さんこういうのねしておられるから、で私もやって、でクリスチャンの間違いはこうイエス様がこうなんかあって、イエス様こういうなんかこうなんか模範があるから私もこれ頑張んなきゃいけないとかってやって、なんか別途に構えるんですよ、わかります。こっちになんかハウツー本があって、ハウツーの本があって、でこれ僕やんなきゃいけないって言ったら、大体自己啓発で全失敗、ほとんど全失敗するじゃないですか、自己啓発の本って。それっぽくなってっちゃうんですよ、これ聖書がガイドブックになって、でこっちやって、そうじゃないんだよ。
父の神を父としている子供なんです。神相手なんです。だからなんかうまくいってないなと思ったらすぐにね戻ってください。だから初めの愛に戻りなさいってイエス様おっしゃったでしょ、で初めの行いをしなさいって。イエス様でさえ父なる神に祈りました。どんどん祈ってきました。退いて、で日本人は真面目だから退くの下手なんだよ。やんなきゃいけない、やんなきゃいけない。だけど心の中はどんどん怒りに満ちてきてあの退くってね、無責任のように見えて実は誰に責任を持ってるか、人に持ってるんじゃないんです。神に持ってるんです。で次いきますよ。しかしあなた方は自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは多く、あなた方は意図高き方の子供になります、ね、書いてあるでしょ。意図高き方は恩知らずな者にも悪人にも憐れみ深いからです。ここですね。でこの旧約の中よくね、旧約は厳しい神様で新約は優しい神様、これ大嘘。よく読んでください。旧約よく読んでください。こんなイスラエルに、聞き分けのないイスラエルに付き合ってる神様って何なんだって感じ。してないんだよ。でなんかこうちょっと表面だけ見てね、言葉の表現のね、こう厳しそうに聞こえるじゃないですか。でもあれは付き合ってるからああなってるんであって、あの本当に嫌いだったらね、もう何白紙だよ白紙。そういえばこの俺の話ずれちゃうけどさ、あのアマゾンとかでね、なんだかこのあのそういう真っ白になってる本があるんだよね。これジョーク、うん、もう何にも言うことないよっていう。で本当そうなってるんですよ、嫌いだったら。神は悪人にも恩知らずな者にも憐れみを示しておられます。そしてあなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深くなりなさい、なりなさい。でこれを何ていうの、基準で見たらそんなのできないよって当然ですよ。だけど僕たちはお父さん、好きなお父さん、大好きな愛してる父なる神様だから従順になろう、真似してみようということなんですね。でこの続きが始まるんですよ。裁いてはいけません、そうすればあなた方も裁かれません。人を不義に定めてはいけません、そうすればあなた方も不義に定められません。許しなさい、そうすればあなた方も許されます。与えなさい、そうすればあなた方も与えられます。詰め込んだり揺すって入れたり盛り上げたりして、気前よくて気前よく測って懐に入れてもらいます。あなた方が測るその測りであなた方も測り返してもらえるからですと。はい、ここで分かりました、もう分かりましたよね。この父なる神を見てるわけですね。憐れみ深い方を見てるわけなんです。だから自分の手で裁きを下すなってことなんですね。どんないろんな悪いことがあってもこれ判断するなって意味じゃないんですよ。この客観的に、客観的には善と悪どんどん判断しますよ。敵を愛しなさいって言ってる時に敵って言ってんで、もう判断してるじゃん敵だってねえでこれは悪だ罪だって言った時にさ、裁いてるとかで、いやそう、それは違うよね。それ相対主義って言うんだよ。それは聖書じゃないですよ。アンチの方ではね。で裁いてはいけない、不義に裁く、自分の手で下してはいけないってことです。自分で物事を判断する必要だから、その何ていうのかな、あの自分で何かをしなきゃいけないって生きり立つ必要ないんだってことです。で大事なのは不義への、これ不義に定めていくとね、どうなるかって言ったら、言ってます？裁かれていっちゃうんだよ。だから結局自分が憐れみの世界に生きていたら、憐れみの中に生きることができるんですよ。いろんなことが憐れみの世界に動いてくるんですよ。でも自分がそこの神の領域、復讐とかその領域、裁くっていう領域に入っていくと、自分にもその裁きの世界の中に入っちゃうからなっていくんですよね。でここが例の戦い、いかに裁かないで、そしてこの神の憐れみの中に生きていくかっていうこと。でもいやなんか自分でしなきゃいけないと思うようになっていくと、今度自分もその憎んでる相手のようになっていっちゃうんですよ。自分がこうあいつひどいなとかってやってる時に、自分もその全く同じものができ始めてくるんですよね。でも怖いのは盲目になっちゃってるから、あの全くその状態がわからないんです、まあ、それがパリサイ派の状況ですよね。で今度逆にね、
与えなさいって言います。そしたら与えられる。だから憐れみを示していくようなこの生活を歩んでいくと、憐れみなんだよ。自分も憐れまれるし、いろんなその世界が広がっていきます、自分の中にね。そういう意味ですね、ここではね。でイエス様はまた彼らに一つの例えを話された。ここからちょっと話がちょっと違う話題に移ります。盲人が盲人を案内できるでしょうか？二人とも穴に落ち込まないでしょうか？弟子は死以上のものではありません。しかし誰でも十分に訓練を受ければ自分の死のようにはなります。はい、ここで何を言ってるかというと、人に教えていくときですね、自分が目が見えなかったら、自分が目が見えないことに気づいてなかったらですね、この人は目が見えてないなと思って引っ張っていったら、どっちも穴に落ちてしまう。こう言ってるんですよ。ここから見ていく内容というのは、さっきの裁いてはいけないにちょっと関連していきますけれども、自分がこう聞いていること、教わったこと、知識がありますよね。この律法学者パリサイ人ってそうでしょ、知識を持ってるでしょ。でそれを他の人に当てはめていくと言っても、自分が変わっていなかったら結局自分もダメになるし、相手もダメにしていくよってことなんです。人間は教わると、だから自分が実際にそうなったと思っちゃうんです。だから人間の世界で飼われている、愛されている犬ちゃんが、ペットが他の犬を見て、なんだこいつワンワン騒いでるなと言って犬であることを忘れちゃうのと似てるんです。まあ今の例えでね、実際犬はどうか知らないんだけど。です、霊的にそうなってっちゃうんです。知識があると自分はそうじゃないのに、ね、ないのに、なんかでそうじゃない人が見えてくるんです。だから自分と以前っていうか、もう自分変わってないのに、でそして相手を見ていくんです。でこの直していこうとするんです。でそれやればやるほど相手も直りようもないし、自分もどつぼにはまってくるんです。っていうのがこの例え。で次のね、この弟子は死以上のものではありませんってすごく大事ですね。これクリスチャンよく犯している過ちです。意味わかります？イエス様より立派になろうとしたんです。ああ。そんなことや考えたことや、いやあるんです。イエス様は全ての人を喜ばせることできましたか？もう一回聞きます。全ての人を喜ばせることできましたか？イエス様は恵みの言葉を話して、全ての人が、ああ素晴らしい、これこそが真理です、そして全ての人が導かれて救われて神の国が広がりました、じゃないよね。今はたくさんの人来てるよ、弟子たち。あとで弟子たちこれつまずいて大勢の人いなくなっちゃうんですよ。そしてなんと12人から、さっきね一生懸命夜中中祈ったんだよ、イエス様祈ったんだよ、祈ったんですよ。イスカリオテのユダ選んだんだよ。イスカリオテのユダ選んだんですよ、イエス様は。失敗だったの？いや違います、これ御心ですよ、もちろんですね。だけどさ、私たちは何かそう似たようなことが起こるときに、自分を責めるか相手を責めるんですね、うん、どっちか矛先はどっちか原因探しするんですよ。矛先が自分に来るときは、うん、私はダメのクリスチャンだなんです。で矛先が外に行くときは、あの人はもうとんでもなくても直撃だわとかって思うけど、いずれにしても間違いなの。根っこは死以上になろうとしてるんです。イエス様についてきてるんだから、さっきもそうでしょ、けなされたりとか憎まれたりとか、喜びなさいってイエス様言われたけども、霊の戦いの中にいるんですね、私たちはね。霊の戦いの中にいるから、怒るべくして怒ってるんです、うん、そして
次です。そして、しかし十分に訓練を受ければ自分の死ぬようにはなります。で、ここはこれからイエス様は訓練をどう受けるのかって話をします。弟子としての訓練を受けていくんですね。どうするか、一つ目、41節。あなたは兄弟の目にある塵は見えるのに、自分の目にある針にはなぜ気づかないのですか。あなた自身自分の目にある針が見えていないのに、兄弟に対して、兄弟、あなたの目の塵を取り除かせてくださいとどうしているのですか。偽善者よ、まず自分の目から針を取り除きなさい。そうすれば兄弟の目の塵がはっきり見えるようになって取り除くことができます。イエス様、本当に分かりやすく話しますよね。塵が見えるんですよ、ね、だけどさ、自分の目の前にさ、針ってあれですよ、あの上の天井にあるあの材木だよ、材木。まずこっちどけるって。あのイエス様ってすごくね、誰でも分かるように話してるんですね。このあの小作農みたいな農民でも分かるように書いてます。イエス様ね、すごく滑稽なんですけど、すごく分かりやすいですね。これがさっき言った知識を受け取ってそれで見えてくる世界があるんですよ。どうぞ、兄弟地理があるなって分かるわけ、ね、うん、でそして取ってあげようと思うわけ、うん、だけどそれを自分がまず取り除けるように祈っていきなさいと、ね、それがイエス様が言われている内容なんですね。でパリサイ派的なんですよ、私たちもともと人に指を指すんですよ、ね、こうしなきゃ。でそれが使命だと思ってるから、パリサイ派はね、守っていく宗教警察みたいになってるから。いや実際これイスラム教ではね、あのイスラム国で宗教警察いるんだよ、サウジアラビアで宗教警察っているんだよ、ちゃんと守ってるかって、うん、でもクリスチャン版の宗教警察もあるんだよ、うん、あるんですよ。でそれを守っていくようにこうして、行こうとするんだけど、これもともと私たちにここあるんですよね。だから自分自身を裁くなら、吟味するならあなた方は裁かれませんと第一コリントに書いてあります。この訓練を受ける必要、つまり何かって言ったら、御言葉を見て素直に自分自身をこう何て言うかな、調べていくんです、うん、ありていに正直にごまかさないで、そしてどんどん見えてきます。御言葉は鏡だから、うん、自分の闇っていうかその悪いものがね、嫌になりますね、もう聖書を見たくなくなります。もういいよね、もう嫌になって、うわーって言って、もういいよ、分かった、脱ぎます、イエス様ごめんなさい、脱ぎますって言って、脱いだら、おー、すっきりした、はーってこうなる。この繰り返しです。そしてようやく人を憐れむことができるし、人を憐れみを持って注意することができます。と、うん、いうのがこのね、兄弟の目の塵がはっきり見えるようになって取り除くことができると。で、43節、良い木が悪い実を結ぶことはなく、悪い木が良い実を結ぶこともありません。木はそれぞれその実によって分かります。茨がイチジクを取ることはなく、野原からブドウを摘むこともありません。良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。人の口は心に満ちていることを話すからですと。で、今度ね、この訓練の内容なんですけれども、これ2つ目って言ったらいいかな、あのさっき1つ目でしょ、で2つ目が、でここで注意してほしいのは、この行動を変えるっていうのでもないんですね。わかりますか。この木と実の関係というのは関係なんですよ。木があってつながって実が結ばれているんです。命の関係なんです。だからおのずと良い木につながっていれば良い実を結ばせるんです。悪い木につながっていれば悪い実を結ばせるんです。だからすごくさっきから何度も何度も、人相手じゃない、自分じゃないんだよって言ってるのは、自分から何が出てくる、自分こそが悪い木なんだよ。だから悪い実しか結ばれないんです。どんなに頑張ってもそうなの。で、心から出るって言ってるでしょ。だから行動でいくらやっても心は無理なの。
だからイエス様に心がつながってる必要なんです。だからイエス様とランデブーの時間を持ってくださいって言ってね、午前中も少しあの修法の報告の時に話しましたけれども、でその心がつながってそこから出てくるわけだから、実が結ばれる関係を育てていくんですね。恵みによって成長しなさいと、イエス・キリストの知識によって成長しなさいと第二ペテロの最後に書いてあります。そうそうそう、あのそれをカンファレンスの時にね、地蔵さんが話したんです。もうあの公の人だからもうね、こういう飯出していいけれども、あの桜井地蔵さんがね、あの話しましたけれども、であのこの全ての人がウェルカムですと、歓迎しますと、うんですね、で僕は長年のこと地蔵さん知ってますので、あ本当に成長したなってあの思うんですね。で僕もそうだしですね。でやっぱり恵みによって成長するんですよ、みんな一人一人がそうなんですよ。あのそうやってこの訓練を受けて、あイエス様ってこういう方だな、また他の弟子たちの失敗、これ例えばあそこで話されたのはペテロがあの異邦人と食事をしていたのに、いつの間にか離れちゃったっていうね、こう自分があのこうあのそういう恵みの中にとどまれなかったっていう、こう弱み、あの失敗があったわけでしょ。でこれをあのそうじゃないと、こうやって私たちは木につながって、そして実を結んで、まあ、いくわけなんですよ。次回は2つの家が出てきます。これじっくりと見ていきたいと思います。まあ、30分以上かかると思いますね、この朝のメッセージですから。30分40分かけてね、見ていきますけれども、今言った話を、このもっと掘り下げていきますですね。とかく、この行い、まあ、行い大事なんですけど、行わなきゃいけないんですけど、それはあくまでも心から出てくる行いなんだということですね。これをじっくりと見ていきます。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたはこのようにして示してくださったことありがとうございます、主よ、どうぞ私たちにの中にイエス様がおられることを忘れることはないように、でイエス様のミニストリーが私たちと共に行われていることを忘れることはないように助けてください。イエス様相手であって人相手じゃないということ、イエス様抜きにして私たちの教会があるわけじゃないということ、だからイエス様どこにおられるかを御言葉を通して、毎回見ている通読の学びを通して確認し続けていくことができますように助けてください。それによって私たちが本当に互いに結び合わされ、固く結び合わされて、愛を持ってキリストの姿へと成長して、本当に立て上げられて、そして神の国が、神の家が本当に私は見ていくことができるようにお願いいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。